釜石館上列石のレプリカ、釜石館上列石は岩手県八幡大市柏台にあるストーンサークルである。発掘現場は埋め戻され松林となっており、現在隣接する桜公園に一部レプリカが復元されている。昭和28年に発掘調査された同遺跡は縄文末期の人々によって作られ、館上列石群の中央のものは、 直径12メートルもある大型なもので、その中央には火を焚いた跡がある直径1.5メートルの石囲いがある。北側には中央2メートルの石を敷き詰めた祭壇状の張り出しがある。祭壇状の石敷に立ちまみなみを見ると、中央部の石組の延長上に岩手山の山頂部が見通せた。さらに周囲には衛星のように直径3メートル程度の小型の環状列石が、 配置されていた。少なくとも、大小7期の環状列石が確認された。この現場写真の一部や資料は、八幡大使歴史民族資料館に所蔵展示されている。環状列石の周囲には、住居跡が発見され、さらにその付近からは、河原家、土偶、土板、石板、石器などが発見されている。これらは、縄文岩器の亀が岡式土器であるという。 発見者は、柏台地区の工藤栄三郎で、松尾鉱山小学校屋敷大文工在学中の昭和15年4月に発見した。最初は、不思議なものとしか思っていなかったが、河山館上列席の発見により当時を思い出し、昭和26年駆動によって、さらなる調査が行われた。石器や土器が出るので巨石記念物であると思った。工藤は、現地は、 高知のため早期に調査をしないと除去されることを危惧し、慶応義塾大学の江坂照也教授に現場写真を添付した。昭和27年8月、岩手県教育課と江坂教授が調査を行い、さらに11月岩手県文化財専門委員である、岩手大学教授の板橋源と、慶応義塾大学の松本、江坂教授による予備調査が行われた。さらに、 昭和28年5月発掘調査が実施され、巨石記念物や住居遺跡の発掘が実施された。2012年個人が所有する土偶の下半身部分と、慶応義塾大学に保存されていた土偶の上、半身部分がぴたりと接合することが分かった。これは、岩手県立博物館専門学芸員の八木克恵が発見、確認したもので、 2012年7月14日から森岡市県立博物館の土偶マンダラ店で一般公開された。発掘から半世紀を超えて接合が確認されたものは珍しく話題となった。土偶は上下を合わせると身長24センチメートルともなった。発掘された土器や石器、土偶は地元に返還される予定であったが2017年に 慶応義塾大学より返還され、岩手県八幡大市博物館で企画展、おかえり、松岡舞志館上列席が行われる。ありがとうございます。